こんにちは。今日は私が自動車免許 AT 限定の自動車免許の合宿に行って、それで多分過去最低記録であろう2週間連泊、14日間連泊をした話をします。合宿免許って普通2週間なんですけれども、だいたい AT 限定って15日プランとか。私は実技運転ですね。運転がダメすぎてトータル1ヶ月間かかりました。でもね、そもそも免許絶対取りたくなかったんですよ。車ないと生活できない県出身なんですけど、でも大学4年生の冬休みとかに親に免許絶対学生のうちに取っとかないとダメって言われて、しょうがなく2021年の1月5日か4日か忘れたんですけどから合宿免許に行くことにしました。元からめちゃくちゃ方向音痴だし、地図は読めないし、マリオカート下手くそだし、なんかもう絶対向いてない、あの PUBG だっけ、荒野行動、なんかああいう画面がぐるぐる動くゲームも絶対画面用意してできないみたいな人間だったので、免許絶対無理って思ってたんですね。でそれで合宿免許、まあでもとりあえず免許と持っとかないとらしいので、とりあえず行くかっていうことで行ってみたんですけれども、まあ、最初座学はねすごい好きでした。あの丸×問題ね、効果測定とかいろいろ言うんですけど、あれは本当に得意っていうか、まあ苦手な人いないと思うんですけれども、あれはめちゃくちゃ頑張ってできたんですけれども、実技が下手くそすぎてなんかもう初日から運転したんですけど、怖くて前見れなくて、なんかもうハンドルと先生の顔をずっと見るみたいなことやってて、で修了検定っていう免許を1段階と2段階っていうのがあって、1段階終えて修了検定やって2段階に行ける。で2段階が本当の公道、道路を走るっていうのがあって、1段階の間はあの自動車学校内のところをこう走るんですね。でまずその修了検定を受けるために見極めっていう、言うたらなんか中間テストみたいなものを通らないと、見極めのハンコをもらって修了検定を受けれるっていう感じなんですけれども、まず周りの子たちがみんな1回目で大体見極めもらってそのまま修了検定行っているのに対して、私はその見極めをね10回落ちてるんですよ。修了検定ずっと受けれないみたいな状況になってて、もうね本当に、まあ、一番苦手だったのは S 字カーブなんですけど、そもそも運転自体カーブ、こうサークル、こういうねマリオカートのこういうサーキットみたいなのがあって、ここのカーブをこう曲がるあの塩梅がずっと分かんなくて、なんか先生によってはハンドル2回半だったり、他の先生はなんかハンドル何回半とか考えずに前だけ見てとかって言ったり、もう分かんなくて、それでもうカーブ曲がれないし、当たり前のように S 字も脱輪で、私は見極め10回落ちました。であのサムネにもあって、ここにも今出すんですけど、その予定表ね、なんか予定から何回あの補習受けてるんだってくらいあって、で優しい先生にもらっちゃったんですね。多分ダメだったのに、私がもうほぼ半泣きで、もう今回もダメですかみたいなこと言っちゃったら、ハンコ押してもらえて、いや嬉しかったんですけど、でもちょっと不安ではあったんですね。いや本当に私生きてんのかなこれみたいな。そしたら案の定やっぱ修了検定1回目落ちて、原因は S 字での脱輪です。後輪が脱輪しました。でまあまあ想定の範囲内やと思って、でその後補修っていうのが、車に乗れるっていう補修が1回しか受けれなくて、でその1回を受けて、なんかまたちょっと修了検定の開催日時の都合上1日空けて、でまた修了検定ってなったんですけれども、2回目の修了検定でもまた落ちちゃって、同じ場所で後輪が、でも目の前真っ暗になってもう絶望して、でもねその時はまだ修了検定3回落ちてる子がいたので、でもお互い仲間だねみたいな感じで頑張ろうってなってたんですけど、でもう2回目あの落ちて脱輪して、もう S 字がダメっていうのが確実に分かったから、補修の時にね、
なんかもういかにも警察官っぽい警察学校上がりの渋いおじさんがもうこれだけ教えたるわっていうことで S 字をどう行けばハンドル何回切って何回戻す、これが見えたら戻る、これが自分のこっちに来たら戻るみたいな、多分ダメなんだろうけどテクニックを教えてもらって、でなんとか修了検定を超えました。で口頭に出たらそんなに怖くないっていうのがあるんですけれども、自動車学校内って狭いからスピード出て結構怖いっていう、あれ本当で2段階からは特に何のあれもなく普通に運転して、卒業検定も1回で、見極めも1回でもらって、卒業試験も1回で卒業することができたんですけれども、でも本当にその修了検定受けるまでが一番きつくて、見極め何回も何回も落ちてて、もう心えぐれてくるし、親にはなんかもう心が痛くなるような謝罪をさせちゃうし、それでそれとあと、もう心がね弱くなってホテルに一人なんですね。なんかもう部屋戻っても誰もいないし、なんか親に電話するのももうこれ以上なんかちょっと申し訳ないし、友達になんて言えるわけないし、なんか AT で修了検定落ちてるのみたいな思われるのもちょっとすごい嫌でだから匿名サイトのね、なんかスカイプっていうのがあって、スカイプのアプリのスカイプチャンネルで、なんかもう免許難しい、合宿免許つらいみたいなのつぶやいて、誰でもいいから励ましてもらおうって思ったら、なんかめちゃくちゃ罵倒のあれが来て、メッセージ、なんか修了検定も合格できんなんて猿以下やなみたいななんか人間じゃないですねとか、なんかもうそういう心ないコメントばっかり来て、大丈夫辛いよねみたいな、もう結構あったんですけれども、でもその中にちょくちょくやっぱなんか猿以下だとか、なんか道路出るのやめてもらっていいですかとか、なんか免許取っても絶対にお前は走るなみたいなのが来て、心が得られましたこの動画見てくれてるってことは結構辛い思いしてると思うんですけれども、本当にわかります、辛いですね。もうなんか一生ここから帰れないんじゃないかなと思って、もう私は毎日泣いてました、夜。なんかもう一人部屋だったっていうこともあったので、もう遠慮せずにガンガン泣いて、なんか気を紛らわすためにね、結構いろんなご飯食べ行ったりとかしたんですけど、あんなの紛れるの一瞬で、またすぐになんか現実が襲ってきて辛いと思います。でも本当に本当にもう14連泊した私が言えるんですけど、修了検定超えれば何にも怖くないので、 S 字なんて道道路にないので大丈夫です。あとちょっと辛いと思うんですけれども、大丈夫だから頑張っていきましょう。で丸抜問題ね、あれは本当にコツコツやっていれば大丈夫だと思うので、実技検定だけね本当に気を引き締めて頑張ってください。今日はこれでおしまいです。ありがとうございました。